平野翔の誕生日パーティーファッション。岸優太より注目されたのはまさかの霊霊だった。シンプルコデに見る彼のこだわりと驚きの値段。霊霊の値段にファン騒然。9月29日の夜、岸優太さんの誕生日パーティーが開催され、その華やかなイベントが SNS を通じて多くのファンの注目を集めました。ファンたちはこの特別な瞬間を心待ちにしていましたが、その中で特に話題となったのは、 主役である岸さんのスタイルではなく、共に参加していた平野翔さんのファッションでした。彼の装いは一見するとシンプルで控えめに見えましたが、その細部にわたるこだわりと価格がファンの間で大きな驚きを引き起こしたのです。翔さんが選んだファッションアイテムには、彼のセンスとこだわりが反映されています。例えば、彼が着用していたマイソン・ミハラ・ヤスヒロのサン・フェイリド T シャツは、 3401円という価格で提供されているアイテムですが、そのデザインは非常に洗練されており、ファッション2ならではのチョイスでした。シンプルなベージュのコットン素材に、フェード加工やダメージ加工が施されたこの T シャツは、一見するとカジュアルなアイテムに見えますが、細部にはブランドのロゴプレートや絶妙なシルエットが施されており、どこかエッジの効いた雰囲気を醸し出しています。また、この T シャツに合わせたのは、ナイキの ソロスウッシュパンツこちらもブラウンの落ち着いた色合いが特徴的で、スポーティーでありながらもどこかシックな印象を与えます。こうしたファッション選択に、多くのファンが注目したのは、彼のシンプルな装いが実際には非常に高価なものであったという事実です。例えば、特に注目を集めたのは彼の靴下でした。クロムハーツのクラシックストライプソックスは、なんと四万六千五百円という驚きの価格。 ファンの間では、靴下ですらお高い、靴下なら買えるかと思ったけど、全然違う、といった反応が相次ぎ、SNS 上で大いに話題となりました。靴を履かずにカーペットの上を裸足で歩いていたことも、さらにその注目度を高めました。ファッションは、個表現の一つであり、その人の個性や価値観を反映する重要な要素です。平野翔さんの選択は、彼のスタイルに対するこだわりと、 ファンとの一体感を大切にしていることを象徴しています。彼のファッションが注目を集める理由は、単にブランドや価格の高さだけではなく、その背後にある彼の価値観や美意識が強く反映されているからです。そして、こうしたファッション選択がファンにとって一種の楽しみであり、同時に彼との共感や絆を深める手段となっているのです。ファッションの世界では、ブランドやアイテムそのものが一種のメッセージを持っていると言われます。 平野さんが選んだマイソン・ミハラ・ヤスヒロやクロムハーツといったブランドは、どちらも独自の世界観を持ち、細部にまでこだわりを持つことで知られています。マイソン・ミハラ・ヤスヒロは、洗練されたデザインとともに、どこかビンテージ感のあるスタイルが特徴です。このブランドを選ぶことで、翔さんはカジュアルでありながらも高級感を持たせ、自身のスタイルに奥行きを与えています。一方、クロムハーツは、 ロックテイストや大胆なデザインが特徴的なブランドであり、その靴下さえも一つのアイコンとして捉えることができます。こうしたブランドを取り入れることで、平野翔さんはシンプルさの中にも個性を光らせるスタイルを完成させているのです。これらの選択は、単なる見た目の問題ではなく、彼の内面を反映した結果ともいえるでしょう。さらに、ファッションにおける細部へのこだわりは、ファンとの交流にもつながっています。 SNS 上でのファンの反応からもわかるように、靴下一つに至るまでの選択が、どれほど大きな話題となるかは予想以上でした。特に、靴下ですら震える値段という言葉は、ファンの驚きを如実に表しています。このようなリアクションは、ファッションがいかに人々の関心を引き、共感を呼ぶ力があるかを示していると言えます。また、平野さんのファッション選択に対するファンの反応は、 単なる驚きや笑いだけにとどまらず彼に対する尊敬や共感を深める要素にもなっています。彼が選ぶアイテムは、決して派手ではなく、むしろ控えめでシンプル。しかし、その中にあるこだわりや個性が、彼の人柄やスタイルをさらに際立たせています。これこそが、彼がファンに愛され続ける理由の一つなのかもしれません。現代において、ファッションは単なる装飾ではなく、 自己表現の一環としてますます重要視されています。特に著名人のファッションは、彼らのイメージやメッセージをファンに伝える手段となっています。平野翔さんが選んだアイテムは、彼自身のスタイルだけでなく、彼がどのように自分を表現し、ファンとのつながりを大切にしているかを示す一例です。そして、その選択がファンにとっての楽しみであり、彼との一体感を深めるきっかけとなっているのです。最後に、 ファッションの選択が人々に与える影響について考えてみると、平野さんのスタイルがこれほどまでに注目される理由は、単にブランドや価格の問題ではないことがわかります。彼の選んだアイテムは、彼の内面や価値観を映し出しており、その独自のスタイルがファンに共感され、支持されているのです。ファッションは一種の言語であり、平野さんはそれを巧みに使いこなして、自身のメッセージを発信していると言えるでしょう。そして、 これからも彼のファッション選択が多くのファンに影響を与え、話題を提供し続けることは間違いありません。ファッションを通じて、平野翔さんは自身の個性や価値観を表現し、それがファンとの絆をさらに強める役割を果たしています。ファンは彼の選択を通じて彼の考え方やスタイルに共感し、それが彼を応援するモチベーションの一つとなっているのです。これからも、彼のファッションセンスとその影響力は、 ファンにとって大きな楽しみであり続けるでしょう。そして、彼のようにファッションを通じて自己表現をすることが、どれほどパワフルで影響力のあるものであるかを改めて感じさせてくれる瞬間となるのです。平野翔さんのファッションセンスは、彼自身のスタイルだけでなく、その時々の流行や文化的背景とも密接に結びついています。彼が選ぶブランドやデザインは、単に個人の好みを超えて、 ファンに何かを伝えたいという意識が感じられます。これは、ファッションが単なる自己表現だけでなく、文化や価値観を共有する手段としても機能していることを示しています。例えば、平野さんが選んだ、マイソン・ミハラ・ヤスヒロの T シャツや、クロムハーツの靴下は、どちらも単なる流行を追った選択ではなく、彼自身が信頼するデザイン哲学に基づいた選択だと言えます。マイソン・ミハラ・ヤスヒロは、 ヴィンテージ風のデザインを現代風にアレンジし、独自の個性を際立たせるブランドとして知られています。一方、クロムハーツは、反抗的でありながらも洗練されたデザインを得意とし、特に若者やセレブリティの間で高く評価されているブランドです。こうしたブランドの選択は、彼がファッションにおいても自身の価値観を反映させる一方で、ファンに新たな視点やスタイルの可能性を提供していることを示しているのです。 このように、ファッションは時に一種のコミュニケーションツールとして機能します。平野翔さんのファッション選択は、彼のキャリアや人間性をさらに引き立て、ファンとの間に共感やつながりを生み出しています。特に、ファンが彼のファッションアイテムについて SNS 上で話題にすることで、彼との距離感が縮まり、彼の選択に共感を覚えることができます。これは、 彼がファッションを通じてファンとの対話を試みていると言っても過言ではないでしょう。また、ファッション業界全体を見ても、著名人の選択が大衆に与える影響は非常に大きいです。彼らの着用するアイテムやスタイルが、しばしばトレンドを生み出し、同じアイテムを手に入れたいと思うファンたちがそのブランドに注目するという現象が繰り返されています。平野さんが着用しているブランドも例外ではなく、マイソン・三原康弘や、 クロームハーツといったブランドは、彼の影響力によってさらに多くのファンの目に留まるようになりました。これにより、ブランド側も新たな顧客層にアプローチする機会を得ることができるのです。さらに、ファッションというテーマをもう少し広げてみると、私たちの日常生活にもその影響が及んでいることがわかります。平野翔さんのようなセレブリティが着る高級ブランドのアイテムは、確かに一般の人々には手の届きにくいものかもしれません。 しかし、そのスタイルやアプローチ、デザインのインスピレーションは、より手頃な価格帯のファッションにも影響を与えています。ファッションは常に進化し続けるものであり、時には高級ブランドのトレンドが、大衆向けのファッションにも波及効果をもたらすことがあります。このようにして、ファッション業界全体が一つのエコシステムとして機能し、新しいスタイルやトレンドが生まれていくのです。